トラビス・タカシー・イシカワ、1983年9月24日イは、アメリカ合衆国、ワシントン州シアトル出身で、日系アメリカ人の元プロ野球選手。祖,祖父が日本人で、父は日系、母は白人。ハワイにルーツを持つ日系4世である。シアトルで生まれ、フェデラルウェイで育ったイシカは、シアトルマリナーズファンで特にケングリフィー・ジュニアやイチローのファンだった。 1997年9月27日に、ランリィジョンソンが、通算2000奪三振を達成の試合を球場で観戦していたという。2002年には、フェデラルウェイ市高校生選抜チームの一員として、八戸市を訪れ親善試合に参加した。2002年の MLB ドラフト21巡目で、サンフランシスコジャイアンツから指名を受け入団。同年、 ルーキー級アリゾナリーグジャイアンツでプロデビューを果たし、その後、A-9 セーレムカイザーボルケーノーズへ昇格。2003年は、A-9 セーレムカイザーと A 級ヘイガーズタウンサンズでプレー。2004年は、A 級ヘイガーズタウンと A 級サンロゼジャイアンツでプレー。A 級ヘイガーズタウンでは97試合の出場で、チーム最多タイの15本塁打を記録した。 二千五年は年間通じて a q 三のゼデプレイ。二十七試合の出場でチーム一位となる二十二本類が長打率五百三十二を記録。オフの十一月十七日にジャイアンツとメジャー契約を結び四十人枠入りを果たした二千六年は開幕を AAQ コネチカットディフェンダーズで迎えたが四月十七日にランスニークロの響きに伴い メジャー昇格を果たし、4月18日にメジャーデビュー。しかし、メジャーデビューの2日後にニークロが復帰したため、A 級コネチカットへ降格した。この年は12試合の出場に終わった。2007年はメジャーに昇格することなくシーズンを終え、2008年8月13日に2年ぶりにメジャー昇格。33試合の出場で、打率274.3本塁が、 15打点を記録。また、マイナーリーグでは、いずれも、石川自身が2005年に記録した数字上回る、打率、299、24本類が、94打点、10盗塁という成績を残している。2009年は、メジャーリーグ定着を果たし、120試合に出場した。打撃面では打率、261.9本類が、39打点を、 記録した。シーズン後に発表された新人ベストナインの一類種部門に選出された。2010年は新加入したオーブリー・ハフが校長であったこと、ベンジー・モリーナが移籍するまで新人保守のバスター・ポージーが一類種で出場したことなどが重なり、先発出場したのは25試合だけだった。シーズン通算では116試合に出場し、打率。 266.3本類が22打点という数字を記録。同年のワールドシリーズ第一戦では代打で敵自打を放った。2011年はトリプル A 級フレズのグリーズリーズで開幕を迎え肩を故障したこともあって1年を通してメジャーリーグに出場することがなかった。トリプル A 級では56試合に出場し3本類が18打点3盗塁打率。 251だった。オフの11月2日に FA となった。2011年12月12日にミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結んだ。2012年4月4日にブルワーズとメジャー契約を結んだ。5月27日に15日間の故障者リスト入りし、6月23日に復帰した。94試合に出場し、4本類打30打点、打率。 257だった。11月2日に40人枠から外れ、トリプル A 級ナッシュビルサウンズへ降格し、11月3日に FA となった。2012年12月19日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。2013年はトリプル A 級ノーフォークタイズで開幕を迎え、49試合に出場。6月18日に、 オリオールズとメジャー契約を結び、6試合に出場したが、打率。118と結果を残せず、6月29日に、ィーフとなった。2013年7月7日に、ウェーバー工事を経て、ニューヨークヤンキースへ移籍。移籍後は1試合に出場したが、デレクジーターの故障者リストからの復帰に伴い7月11日に、ィーフとなり、7月13日に、FA となった。 2013年7月18日に、シカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。トリプル A 級、シャーロットナイツで34試合に出場し、日本類打23打点、打率、250だった。11月5日に、FA となった。2013年12月18日に、ピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結んだ。2014年3月29日に、 パイレーツとメジャー契約を結び、開幕ロースター入りしたが、4月19日にディーフとなった。4月22日に AAA 級インディアナポリスインディアンスへ降格した。4月23日に FA となった。2014年4月25日にフルス、ジャイアンツとマイナー契約を結んだ。AAA 級フレズノで71試合に出場し、11、 本塁打45打点、打率、271の成績で、7月29日にジャイアンツとメジャー契約を結んだ。チームがプレーオフに進んだ後、3勝1敗で迎えたリーグチャンピオンシップシリーズの第5戦、3から3の同点、9回1し12塁から、サヨナラホームランを放ち、ワールドシリーズ進出を決めた。 サヨナラホームランでワールドシリーズ出場を決めたのは石川が史上4人目。ナリーグでは初。ジャイアンツ側は石川が放ったサヨナラホームランのボールの返却をファンに望んでいたが、そのボールを手にしていたファンが球団の要望を快諾し、石川本人に直接ボールを返却した。代わりに石川のサイン入りバットとワールドシリーズ第3戦で始球式を行う名誉を得て、 死球式を行った。その時は、左投げながら、石川自身が保守を務めた。2015年は、青木のりチカの加入で、出場機会を失い、一塁も、ブランドンベルトが好調で、休養時もバスターポージーが一塁を守れることから、5月25日に、リーフとなり、5月31日に、トリプル A 級サクラメントリバーキャッツに降格した。6月24日、 青木の故障者リスト入りに伴い、メジャー契約を結び25人、ロースター入りしたが7月3日にディーフとなった。7月5日、ウェーバー工事を経て、ピッツバーグパイレーツに移籍した。7月6日に25人、ロースター入りし、サンディエゴパドレス戦に代打で出場した。10月22日に FA となった。2016年1月にシアトルマリナーズと、 マイナー契約すると報じられたが合意には至らず、2月9日にシカゴ・ホワイトソックスとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったと報じられ、2月10日付で MLB の公式ページで公示された。5月24日に自由契約となった。2016年6月7日にフルス・ジャイアンツとマイナー契約を結び、6月9日に トリプル A 級サクラメントリバーキャッツに配属された。11月7日に FA となった。2018年よりサンフランシスコジャイアンツサンカルーキー級アリゾナリーグジャイアンツの打撃コーチに就任した。日系アメリカ人4世であり、日本語は話せないがご飯類が好物である。ありがとうございます。